こちらカイモンドです。リアル古真実をぶちかます。はい、ということでですね、今日はですねちょっとね、まあ、山の中コンビニスタジオでも山の中スタジオでもありませんね、まあ、少し山の中に近づいたコンビニのスタジオということで、少し山の中近づいたスタジオ、まあ、なんでもいいんですけども、とりあえずコンビニの駐車場ということなんですが、今日なんですけども米返しをしていきたいと思うんですが、ちょっと要点だけ初めにお話しして、まあ、要点というか大事なことですね、お話しして、あとは誤信ラジオとしてちょっとね公開させていただきたいと思います、ね、でどうしてかと言いますと、ビデオで撮るとですね、録画時間が非常に短い、うん、多分入りきらない、はい、画質がいいだけに、2時間3時間とか入れれないような容量なんですよこれ、ね、なので、ボイスレコーダーですね、ボイスレコーダーに切り替えてお話ししていきたいと思います。米返しねしていきたいと思います。したらもう長くかかっても問題ないので全然ね、ボイスレコーダーはもうキャパが全然半端ないので、はい、であとよく聞こえますしね、でね、こう米返しにせよ、今回、まあ、今回っていうか、最近動画公開してますけど、車の中とか多いじゃないですか。車の中でやったりとか、ボイスレコーダーでやったりとかって多いじゃないですか。ね、なんでかっていうと、まず圧倒的に個室がいいんですよね。うん。なんだ、家の中で撮ったりするやつってすごく悪いじゃないですか。だからマイクまた設置しなきゃいけないと思うんですけど、マイクを別途つけてやると声が入りやすい。だけど、車の中だと自然とこれ、声入りいいじゃないですか。ね、でそれから、あとはボイスレコーダーだともう圧倒的にいいですよね、うん、っていうことですね。なのでちょっとマイクまた設置も考えてますけども、今設置してないので、はい、こういった方法を取りたいと思います、はい、ですね、コメントがね半端ないんですよ、うん、コメントが半端なく多いんですよね、はい、なので米返しが非常に難しくなってきております。これ私前も何回か言ってると思うんですけども、ですね、もう各動画私500ぐらい持ってますけどね、動画をね、その各動画にコメントを皆さん入れてくださるので、私は本当にありがたいですよ、ありがたいんですけども、だから私の心情としては返したんです、皆さんに全員に言いたいので、あれ言いたいというか返したいの、米返ししたいので非常に難しいんですよ。ほとんどの方ってまあ大きい YouTuber、大きい YouTuber とかビッグ YouTuber になると米返しはしないじゃないですか。なんでかってコメントもうバカ多いから、むちゃくちゃ多いから返せないじゃないですか基本ね、うん、だから多分ピンポイントでやっていくと思うんですけど、私のねこの誤信チャンネルに送ってくださる方っていうのは基本的にあのだろうな、すごく有益なコメントとかが多いんですよ、うん、考えさせられるような、もしくは考えなきゃいけないような、でみんなが知らなきゃいけないようなコメントが多いんですよ、うん、多分結構大手の YouTuber の方たちのコメントって多分普通のやり取りでしょ、うん、うちはどっちかっていうと教育ビデオだから、教育動画チャンネルだから、教育チャンネルだから、完全に教育方面でしょ、うん、要はバイブルみたいなもんなんだから、これはね、この動画ってのはだからみんなが考えてどうするかっていうことなので、多分考えたくない人は私の動画見てないと思うんですよ。考えたくないというか、なんかちょっと面白いやつだけ見てる人は多分見てないと思いますけど、本当に真剣に考えてて、教育として勉強として勉学としてこれを学んでるという方は多分しっかり見てると思うんですよね。まあそれはいいでしょう、うん、でまた話が長いって言われるんでね、でも私がね逆に思うのは、長い話も聞けないのと思うんですよね、逆にね、うん、活字が読めない人と一緒だよね、要は人の話があんまり聞けない人いっぱいいるから、それはまた問題かなと思うんですけど、あんまりでも長いと思った人はもう見ない方がいいんじゃないですか、うん、視聴しない方がいいと思いますよ。ただあとはもちろん時間がないって方見えるし当たり前のことだし、要点だけちょっと聞きたいと、とにかく時間がない、いろんなことがあってすいませんっていう人は、前もあったじゃないですか、ゆうちゃんさんがねやってた飛ばしでね、早送りで見るやつ、早送り機能がついてるんで、それで見てやって別に普通に聞こえるってことですよね。だから私の話し方がゆっくりなのか何か知らないですけど、結構早くゆっくり聞こえるってことですよね、通常に。はい、ということですね、それではですねちょっと行きたいんですけども、すごいんですよこの量が。でね、ちょっと行きましょうか。ボイスレコーダーに切り替える前にちょっと私いろいろと話したいことがあります。コメントの方ですね、悪いことじゃないですよ、悪いことじゃないんですよこれ、悪いことじゃないんですけど、まず一人目ね、
ですね、この方ね、もう、なんだろうな、多分私が、記憶している限り、2回コメントをして、来ていただいております。2回コメントしております。で、ですね、で、今回入れていただいたんですよ。急にどうしたんですか？てか、足の母校の体育教師に似てますって言っていただいてるんですけど、要は、俺の大好きな女性芸能人ベスト5って私作ったじゃないですか。で、下の方にコメント欄のとこに、これは壮大な実験ですって書いてますよね。あの、産業って、上から産業の部分の説明欄の部分っていうのは、サムネイルのチェックするとこでもあれ出ちゃうんですよ。産業のところ。だから、頭のいい人だとあれ読むと、壮大な実験ですとかって分かっちゃうとダメじゃないですか。だから、あの、産業のとこに入れずにちょっとずらして、壮大なる実験ですって書いたんですけど、どういうことかっていうと、アクセス上がるかなと思って。ちょっといっぺんやってみようかなって、ああいうやり方したら上がるかなと。で、須田正樹さんでしたっけ？ね？須田正樹さんですよね。あの方の動画って、あの人すごく人気あるじゃないですか。若い子に特に人気あるじゃないですか。だから、あの人の動画ってすごいじゃないですか。あれなんだっけ？ 1 億回だったかな？あれ歌ってる動画とか。毎回1億回ぐらい行くでしょ。うん。で、あの人がちょろんと出ると10万回、20万回普通に行くでしょ。だからあの人のキーワードってでかいかなと思って、あの人のサムネイルとあの人の、なんだっけ、説明欄に書いたんですよ。わざと入れたったんですよ。わざとね。で、なんだっけ、 SEO 対策でいけるかなと思ったんですけど、全然でしたね。結局どういうことかっていうと、なんだろう、私についてる、まあ、ファンの方って言ったらあれですけど、あの、私の動画見ていただい、見てくださってる方、視聴者の方って結構皆さん頭いいんですよね、多分ね。だからパッと見て、あ、これ絶対罠だわと思って見ないとか、だからそういうことじゃないですか。だから結局何かって言ったら、純粋に誤信のことやるよって話なんですよね、多分ね。わかりました。ちょっと逸脱してましたね、まあいいです。またあれタイトル変えるかもしれないですけどね、ちょっとそれは笑っちゃいました。私、あ、やっぱ見てんだと思って、はい、やっぱり誤信系をなるべく中心出して、でも私の好き放題って言ったんですけど、好きな動画も出してきますよ。出してきますけど。はい。まあ、ちょっとあれやりすぎですよね。サムネイルで、俺の大好きな女性、俺のって、お前、須田正樹じゃねえだ。モンドだ、お前のことだろって言って、ツッコミが入りますよね。ベスト5じゃねえし、第一、ベスト6だし、みたいな。はい。もうツッコミどころ満載の動画でした。すいませんでした。で、それはいいんですけど、話なくなりました、またね。ここの動画にこの方入れたんですね。急にどうしたんですか？てか、足のポコの、めんどくせえ、これ。ちょっとこれまた後言いますね。理由は言いますよ。あれ消えたぞ。あれ消えたぞ。あれ消えてる。あのね、あ、消えたな。消えたな。消えてるな、今。これなんですよね。何かって言ったら、すいません、話飛び飛びになりますけど、スマホ使ってるじゃないですか。スマホでチェックするじゃないですか。で、スマホでチェックすると、コメントの部分とか、むっちゃちっちゃいんですよね、これ。で、わけのわからんのが出るんですよ。検索、質問を含む公開チャンネル登録者、チャンネルメンバーのステータス、チャンネル登録者数とか、あと削除とかって出るんですよ。ね。で、むちゃちっちゃいんですよ。拡大ができないときあるんですよ。これなんか私のスマホのあれなのかわかんないけど。むちゃくちゃちっちゃい、こんなミリ単位のとこ、プッシュして押したりしてるんですよ。で、ね。まあ、これ多分私これ今また削除しちゃったと思うんですけど、削除したくないのに。これ聞いてた。まあ、聞いてたとしたら、この方ね。私が今言った方。ね。多分分かってると思うんですよ。自分で書いたコメント分かってると思うんですよ。で、なんでコメント出てないのかなって多分すごく疑問に思ってると思うんですよ。ね。でも、この人、何が私言いたいかっていうと、この人のタイトルが、この人って、この方のね、タイトルがすごいんですよ。はい。すごいっていうのはどういうことかっていうと、まずサムネイルが、あれはセクシー女優でしょ、セクシー系女優でしょ、まあ、あの外国のセクシー系女優でしょ、はい、なんでお前モンド知ってんだよと思いますけど、私調査好きですから、外国のセクシー女優じゃないですか。まあそれはいいんですよ、それ自由な、何なサムネイル、なんサムネイルというか、あのプロフィールの写真は何でもいいんですよ、別にいいんですけど、あのなんだ、名前がすごいんですよね。あのね、ちょっと私これ、あのマシンガンまた入れさせてもらっていいですかね。マシンガンちょっと入れさせていただきますね。あのね、ちょっと今消しちゃったから分かんないけど、消してるから出せないんですよ。その人の名前を公開できないんですよ。そんぐらい恥ずかしい名前なんですよ。
恥ずかしい名前って言ったらすごくその方に悪いですけど、多分分かっていただけると思うんですけど、ちょっと私言いますね、はみたいな感じの、はい、今マシンガンこれ入りましたから ね出せないんで私、はい、出せないんで今こうやってマシンガンでぼかしましたけど、そんぐらい出せないんですよ。だから本当に誠に申し訳ありません。だからそういった意味で私キープしてたんですよ。キープしてたんだけど、この動画私出すの遅いじゃないですか。だからその方が多分なんでだろうって、なんで俺出来になってんのかなって多分勘違いされてると思うんですよ。出来になってないですからね。出したいんだけど、出したいんだけど、いずれは。だけど、名前の部分が凄まじいことになってるので、アダルトな感じになってるんですよ。わかります？うん、ちょっとすごく難しい言い方が。ね。YouTube だからこれ。LINE が難しいです。ね。アダルトな感じになっちゃってるんですよ。名前の部分が。だからそれを、できればちょっとこう、抑えた感じ出していただくと、私、ポンって出しやすいんですけど、それを私注意しようと思って動画をこうやって今回作ったでしょ？結構遅い段階で、私ちょっと忙しかったんで、いろんな動画作ってるし、いろんな動画編集待ちしてるから、はい、キープしてるやつもあるし、でいろんな他にもあるし、仕事で大変なんですけど、それをやってる間にまず1件目消されちゃったと思うんですよ。私2件かなんかこれ残ってたと思うんですよ。私確か削除してねえと思うんだけどな。今回のはまたね、これね、間違って削除しちゃったんですよ。これまあ、めんどくさいんですよね、このスマホって。むちゃくちゃスマホでやるのってすごくちっちゃいじゃないですか、文字がこれが。だからむちゃくちゃめんどくさいんですよ、押し方が。で、間違って削除ってあるんですよ、結構私。うん。だから要は、確認のために保留中っていうことに一応しておいて、ね、変なやつもいますから。ね。で、一応検閲をして出してるんですよ。公開にするんですけど、それを一個一個承認、承認、承認ってやってくんですけど、承認の真横かなんかに削除みたいなやつがあるんですよ。だから、承認って言ったら削除ってなっちゃうときあるんですよ。だから行っちゃうときがあるんで、だからどうしようもないんですよ、これ。多分この方の、私また消しましたよ、これ。うん。だからキープしといたんですよ、私、これ、はい。と、あとは、ですね、ストライダー馬福さん。ストライダー馬福さん。福馬でしたっけ？馬福さん。馬福さんですよね。ストライダー馬福さんと、ですね、ポンタ川越さん。ストライダー馬福さんがカランビットナイフかなんかのこと書いて、私何書いてあったか覚えてないです。ちょっとはっきりは。で、そこにポンタ川越さんが返信をしたんですよ。コメントで。それが確か、ストライダー馬福さんはカランビットナイフを、携帯してたとか、なんかそんなようなニュアンスのことじゃないですか。だから私作ったじゃないですか、動画ね。で、そういうことだって、たんですけど、それに対してポンタ川越さんがそれっていうのはメッタ刺しにするっていうことですかねとか、なんかそんな、なんかナイフに対することでなんか書いて見えましたよね。それも私ね、スマホあるじゃないですか。パソコンはいいんですよ。パソコンはやりやすいから、マウスでやるから。スマホでね、スマホでね、これ、まあ、例えばこれ、まあ、ちょっと見せますよ。こんな感じじゃないですか。こんな感じなんですよ。わかります？これ、こうやって見えるじゃないですか。全員に見えるんですよ、こうやって。で、すごい件数来てるんですけど、コメントが。各動画に。で、それはいいんですけど、承認のとこ私押すんですけど、なんかのズレとか、ピンポイントのミリ単位のとこで押し、ボタン押さなきゃダメなんですよ。なんか知らないけど、拡大できないから。ね。いろいろやったんですよ。私2回押すとか、プッシュするとかって、こうやって広げるとかでやったんですけど、できなかったんですよ。で、承認押そうと思ったら削除しちゃったんですよ。で、2件とも飛んでやったんですよ。その、確かストライダー馬福さんのを承認しようとしたやつと、ポンタ川越さんそこに返信したやつを、コメントを、要は承認しようとしたやつを、が飛んだんですよ。2件ともぶっ飛んだったんですよ。完全になくなっちゃったんですよ。と思ったらもう遅かったっていうね。って言って、ってやったらもうなかったっていうことなんですよ。だから、それ私が削除したとか、そういうことじゃないっていうことだけ覚えておいていただきたいと思います。アクシデントでなっちゃうことがあるって、スマホで私チェックするときもあるから、出先にいるときはこうやってスマホでコメントチェックするじゃないですか、こうやってやって。ちっこいんすよね。はい。まあ、これだったら、例えばデッドプールさん、逃げるが勝ちとか、これで来てるじゃないですか。田中一郎さん、ウェーブがどうのこうの言ってるやつに見せてやりたいなとか、まあ、ね、いろいろこう来て見えますけど、こうやってバーって上から来てるじゃないですか。ね。だからこれを、ね、なんだろう、承認をやるときにちっちゃいからこれが失敗するときあるってことです。はい。そこですね。はい。その3点、3点というか、3件の方、ね。
ポンタカオエさん、それからストライダーうまくさん、ね、誠申し訳ございませんでした。間違えて削除しております。間違えて横押しちゃってます。もしあれだったらまたもう一回覚えてたやつまたコメントしていただいてもいいですよ。承認を押すんで、うん、今度はなんとか間違えないようにピンポイントでクッてクッてやるか、もうパソコンで PC で見てちゃんとしっかりやる、うん、それがめんどくさいですよね。スマホってちっちゃいから。なんだろうなこれね、これなんかなんだろうな、やっぱりなんだろう、やっぱりホリエモンさんが言ってたみたいに、やっぱキャパのいいやつ、むちゃくちゃ多分いいやつ、10万20万ぐらいの携帯かな、スマホ買わなきゃダメなんですかね。無理だけど絶対、やっぱりそういう仕事に使ってたりするやつってのはものすごいお金かけないと多分ダメなんでしょうね、はい、すいませんね。そういったことでちょっといろんな問題が起きたりしてます今、うん。2回タップしてちっちゃくたんのいいんだけど、いいぐらいの大きさになんないんだよな、これまた。また出るし、こうやって検索とか、またこれ出るでしょ。わけのわからんの、多すぎんだよな、これボタンが。で、こうやって私、こうやってハート、ハートってこと押していくじゃないですか。こういう風にやっていくんですよ。上から順にバーッつって、すごいあるから量がね。うん。こういう、またまあ見にくいと思いますけど、こういう風にこうやってずっといくわけですよ。こういう感じでずっとね。こんだけずーっと、これまだありますよ、ずっとね。でまた押して次次次次って言っていくわけですけど、皆さんから来てるんですよ。はい、ということですね。そういうのはね、まあどうでもいい話かもしれませんが、ちょっとね、それちょっと分かっていただきたいと思って今回言いました。はい、それではですね、ちょっと米返しをしていきたいと思います。ボイスレコーダーに行かせていただきますね今回ね。うん、いろいろね大変なんですよ。なんかね、そうなんですよね。そう、オンラインのことやらなきゃいけないし、動画と PDF 作らなきゃいけないし、DVD の対応もあるし、もちろん空手護身術、まあ空手は定期的にやってるからいいだろ。で、護身術も定期的にやってるからいいでしょ。うん、まあ、最近もやってますけど、講習ね。うん、まあそれはいいんですけど、うん、そういうことですね。いろんな、あと、なんて、編集でしょ？撮ってってるやつを編集しなきゃダメでしょ？だから、これを、なるべく、だから、早く出さなきゃいけないやつを優先してパンパン出してるんですけど、他にも撮ってるやつあるんですよ、私。何本かあるんですよ、すでに撮ってるんですよ。うん。だから、私、髪の毛切ったのに、髪の毛切らずに、長い状態で出てるやつもあるでしょ。うん。だから、前後してる場合もあるから、それだけちょっとね、覚えておいていただきたいと思います。はい。ちょっとね、ボイスレコーダーに交換いたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、米返しの方をですね、していきたいと思います。まずはじめにですね、ちょっとこういった事件がございました、ね。交通トラブルで土星出てこいやこら、窓叩き校舎要求疑い、男逮捕ですね。交通トラブルをめぐり相手の車の窓ガラスを叩き怒鳴って校舎を要求したとして、まあ、千葉県の某警察署は、11日、強要未遂の疑いで、自称会社員の男45を逮捕。逮捕容疑は、2月22日、午後4時45分頃、同市松葉町の交差点で軽乗用車を停止した際、後方の会社役員の男性56の車からクラクションを鳴らされたのに怒り、軽乗用車を減速させたり停車する運転を繰り返した上で、車から降りて男性の車の窓ガラスを叩きながら出てこいやこらと怒鳴り降車を求めた疑い、同署によると、容疑者は数分間50メートルにわたって減速運転をしていた。交通トラブルから窓ガラスを叩いたと容疑を認めている。犯行直後に男性が110番通報、ドライブレコーダーの記録などから割り出したということですよね。ここですよね。ですから、煽り運転の護身術っていうのを私出しております。対煽り運転護身術講座、DVD 出してますけども、まあね、それを見ていただいてもわかるんですけど、基本的にこのね、強要っていうのも普通に通用するってことですよね。だからまあ、強要というか実際強要されたんだけど、未遂に終わってるってことじゃないですか。降りろって言ってるけど多分降りてないんですよね。うん、出てこいやって言われてるけど、出てかなかったってことじゃないですか。だけど、強要をしてるので、まあ、強要未遂ということですよね。うん。で、まあ、これ、こういうことでも普通にいけるってことで、これ結構多いと思いますよ。こういった煽り運転からこういったことが起こるのって多いと思うんですよ。だから、そうやって考えてみても、割と結構簡単に法的対処ってできるってことですよね。うん。
窓ガラスを叩きながら出てこいや、こら。これありますからね、普通ね。うん。はい。だからこれね、ぜひね、実践していただきたいと思って。あともちろんこれドライブレコーダーをつけとくってのはもうこれ当然のことだし、なかったとしてもスマホで撮影できますしね。もしくはボイスレコーダー使うとか、いろんなことができますので、まあ一番いいのは映像で残しておくことかな。うん。だからドライブレコーダーつけとくってのはこれは必須かもしれないですね。はい。っていうことですね。まあこれはいいです。ね。まあこれちょっとした確認として、言わせていただきました。でですね、今日なんですが、ぜひ、コメント返し、これしたいと思います。よろしくお願いします。ですね、行きましょうか。ですね、ちょっと選ばしてくださいね、これね。行きますね。シャオカーンさん。護身術を安易に推奨しない格闘家は信頼できる気がする。ここですよね。私だから前もいっぱい格闘家の方、武道家の方も紹介しましたよね。だから別に私だけじゃないんですよ。私だけじゃなくて、どれぐらいやっぱり刃物対応難しいかって、凶悪犯罪対応難しいかって言ってやってらっしゃる方多いってことです、実は。だからその動画について私いっぱい出してますので、それも見ていただくといいと思いますね。はい。某有名空手家の方、あの方もね、のことも私紹介してますので。はい、いきます。よりひとワコンチャンネル、遠藤信者、これも、皆さんね、本当にね、このコメントの、コメントっていうか、アカウントか。アカウント名が、すごく個性的な方いらっしゃるじゃないですか。だから、先ほど公開した動画の、あれでもね、私言ってるじゃないですか。アダルト系の、セクシー系か。セクシー系の、女優さんの、なんだ、サムネイルっていうの?プロフィール画像と、それプラス、なんだ、アカウント名がすごいことになってたっていうことしましたけど、より、このね、わかる、よりひとさんと私紹介したやつですよね。確かね、前回ね。ヘイズマリュウさんのやつと一緒にね。あの方ですよね。で、よりひと、オワコン。オワコンってことなんですね。よりひと、オワコン。オワコン。オワコン、よりひと、オワコンチャンネル。わかりやすいな。で、遠藤信者、遠藤さんの信者ってことですね。で、これ写真遠藤さんになってますもんね。これ、ちゃいますですもんね。遠藤さんの写真ですもんね。私、遠藤さんのことも紹介させていただきました。はい。まあ、ちょっと遠藤さんから来たのかなと思っちゃいました。びっくりしました、私。コメント遠藤さんから来ちゃったのかなと思って、これどうやって返そうかなと思って、びっくりしましたけど、違いましたね。はい。で、いきますね。いきます。僕もモンドさんに賛成します。なぜなら、格闘技、キックボクシング、をやっている友人がいるのですが、僕が防具を着込んで、友人はパンチあり、蹴りあり、寝技ありで行い。まあ、ということなんで、キックボクシング充実をやっている経験者の方が、だからキックボクシングもできるし、蹴りパンチ、蹴りもキックも、パンチもできるし、組み合わせ系もいけるってことですよね。この方はね。と、要は、どっちかというと、経験者ですね。完全なね。と、すべて、要は蹴りあり、寝技ありで行って、この方は、この、よりひとワコンチャンネル、遠藤信者さんは、長いな、名前が。ね、信者さん、遠藤信者さんだと。遠藤信者さんは、要は防具着込んでやったってことですよね。で、あとダミーナイフだけ持ったってことですよね。まあでも素人ですよね。やったことないから何も。で、ダミーナイフ、ゴム製のナイフで対人戦をしたのですが、格闘技を長年やっている友人に10発ほど差し込めました。もう死んでるじゃないですか。10発差し込めたらまず死んでますわね、これね。差し込むってことは一つができてるってことですよね。そういうことですよね。切りつけだと前は前回の動画で紹介しましたけど、結構ざっくり言って、ものすごい状況にはなるんですけど、やっぱりね、強力なのは一つなんですよね。うん、動き止めれるのは。はい。頸動脈とか入ったら別ですけどね。で、10発なんて実戦だと出血多量で死んでますよね。格闘技と護身は全く別物だと感じました。感じたというより、全くの別物でした。わ、これ重いな。この言葉重いよな。これはな。私はもう散々実践して、検証してやってきてるんで、まあ分かってますけど、当然ね。私が率先してやってきてるから分かるんだけど、重いな。この第三者からこうやって言われるとすごく改めてなんていうの、そういうことを思うな。うん。重いなって思うな、これな。この言葉は。感じたというより全くの別物だったと。要は別次元ってことですよね。そういうことですよね。うん。
で、ネットのイキリ自称格闘家にも言ってやりたいです。なので、僕はナイフを持った危ない奴らからなるべく安全かつ、いつでも逃げられる距離を取り、アマゾンなんかでサイレスプレイを購入します。はい。ちょっとこれね、言わさせてください。いいですか。まあこれ、イキリね、自称格闘家。ね。まあ、こういう人もいるかもしれないね。まあ、これはわかりますね。で、ですね。まあこれ、私今回ナイフのこと出してるじゃないですか。で、本当は別で動画作りたかったんですけど、今もちょっと一応言わさせてください。基本的に、まあ説明欄にも書いてますけど、私はもうナイフを基本的に推奨してません。誤診においてナイフを使用するってことは基本的に、推奨してないです。で、なんで推奨してないかっていうと、今の法治国家日本においてそれを使う必要性がないということ、それがもちろん違法だってこともあるし、ね、銃刀法違反とか、軽犯罪違反とか、まあそれは刃渡りにもよるでしょうけど、いろんな問題を含んでるってことと、で、あとやっぱり相手を殺傷してしまう危険性があるってこと、それから相手から奪われてしまった場合、相手が自分の技術が高かった場合、複数だった場合、ね、奪われてしまう可能性もあるわけでしょ。それであなたが殺されてしまう可能性もある。だから刃物の危険性ってのはやっぱり重々承知してるし、自分も刺された経験もあるし、だからその刃物自体をやっぱり誤診として活用するってことは私は全然推奨してないです、これは。いや、むしろ禁止したいぐらいです、これは。結構多分勘違いしてる方が多いと思うんですよ。私がこうやって動画公開してるじゃないですか。刃物関係の動画を公開してるじゃないですか、すごくね。いっぱい出してるじゃないですか。だから武道家は刃物でやられるとかね。いろんなこと出してるじゃないですか。もちろんリアルとしてはいいんですけど、それを勘違いして、あ、じゃあ、ナイフってそんだけ効果的なんだって。ナイフって効果的だから、ナイフを使っちゃえば早いじゃん、みたいな。ナイフが強いんだから、なもナイフ持ってりゃいいんだよ。携帯しやいいんだよ。いいんだよって間違った考えを持つ人、私は絶対いると見てるんですよ。これ絶対いるでしょ、多分。うんうんって言ってる人いないですか、今これ聞いててね。ダメですからね、絶対に。今の法治国家日本においてそれをやる必要は全く感じないです。で、それとあともう一つ何言いたいかっていうと、ナイフなんかやるサイレスペルの方が絶対的に効果的だから。もちろん技術はいりますよ。技術いるし、ある程度勉強しなきゃいけないし、使用方法を学ばなきゃいけない。これはまあ当然のこと。それから運速だとか離脱法も学ばなきゃいけない。これも当然のことなんですけど、圧倒的に有効性が高いから。はい。必要性がないってことです、ナイフの。ナイフが出てくる必要性がないってことです、私が言ってるのは。サイレスプレーの方がいいってことです。はい。それを覚えておいてください。ただね、私言ったじゃないですか。例えば海外生活してて、私もあるけど、海外生活してて、どうしてもナイフで武装しなきゃいけない時がある。ね。例えば、なんだ、モデルガンとかそういうので武装しなきゃいけない時もあるだろう。だけど、それっていうのは、日本みたいに恵まれた国じゃない場合が多いんですよ。うん。わかるでしょね。サイレスプレーないし、スタンガンもないし、そういったものが手に入らないってなったら、ね。しょうがないからっていうこともあるかもしれないっていうだけのことです。いいですか。だけど今のこの日本においてね、物もすごく豊富にあるし、サイレスプレーだってどこでも買えるでしょ、これね。アマゾンでこれ購入されると言ってますけど、私ちょっとアマゾンいろいろ問題あると思いますけどね、基本ね。うん、あるんですよ、いろいろね。だから、まあ購入はできるわけじゃないですか、基本ね。どこでも購入できるじゃないですか。うん、だからそのナイフが出てくる私はことはないと思いますよ、あんまり誤診で。ここの日本においてそういったことは、海外はってなったらそれはまた別の話なんで、その時はまた別の話しますよ。だけどどれだけの人が海外行きます、ここに私今これを聞いてる方の中でどれぐらいの方海外行って海外生活してがっつりギャングとやり合うとかっていう人いますか。あんまりないでしょ。それはそれでいいんですよ。それはそれで私も答えれますよ。だけど今それを答える必要ないと思いますよ。今この今私日本でこれやってるから、うん、わかりますよね。それは私がメキシコとかでやってるのはまた話違いますよ。多分銃の話してますよ、私。ああ、これはね、10キロ先から仕留めれるからとかって話してますよ、多分。メキシコとかでやってるならね。で、違うから、話が全然。法も違うし、環境も違うし、日本には日本のルールがあるから。うん。わかりますよね、言ってることが。海外生活のないことやってきてる私からの言葉ですよ、これ。わかりますよね、意味がね。はい、ということです。で、あとは、まあ、距離を取るから大事なことですよ。だけど、この、アマゾンの中でサイレスプレー購入しますってことなんですけど、アマゾンもね、ちょっといろいろね、問題があるんですよ。私、アマゾンでね、出品しようとかいろいろあったんですよね。本当はね、誤信号ね。だけど、いろんなね、工場、領属でしたっけ、何に反する。なんかいろいろあるじゃないですか。あれでいろいろ問題が出てきたりとか、サイトによってはまず難しいとかね。いろいろあるんですよ。誤信号は、うん。身を守るものだとしても武器という関係上、武器って考えられてしまう関係上、いろいろ問題あるんですけど、で、今ある多分ね、アマゾン出してるやつっていうのは、中国系の業者とか多いんじゃないですか。うん、前あったんですが、W で始まるところね、サイト。
で、ドットコム。あそこもそうじゃないですか。私はあそこの情報いろいろ得て、いろいろ探したりもして、バッタものがいっぱい売られたりしてたんですけど、まあ、じゃあ詐欺ですわな、完全に。うん。だって、まあ、やめときましょう、今はね。そこのとこ、私突っ込むときは私また突っ込むので、それは。うん。そういうサイトもあるんですよ。だいたい中華系ですよ、そういうことやってるやつは。うん。だから、もしね、例えばアマゾンってもう今買えるようになってきてんのかな。だからそこが変なんだよな。うん、だけど TMM 社の製品っていうのは基本的に、あれは、B609 でしたかね。小型のベアスプレー。ベアスプレーは確か正式に販売してると思うんですよ。だけど、私たち代理店業者、私たちですよ。私たちは。うん、その一定の業者の方、その方は売れるんですよ。その方は売れるんですよ、そこでね。うん、許可を持って売れてるんですけど、私たちは売れないんですよ、確か。うん、そういうのはいろんなことあるんですよ。その内部ね。内部で、私たちのこの業界の内部であるんですよ、そういうことが。うん、だから、その今売ってる方ね、ベアスプレー系のやつ売ってるじゃないですか。あれは TMM 社製のやつじゃないですか。あれあるじゃないですか。あれは売れるんですよ。うん、あれ公認なんですよ。だからいいんですけど、それ以外で売ってるやつがもし見つかったとしたら、多分問題ですよ。私確かね、1回かな、2回かな、送ってると思うんですよ。あれ確かプレスマグナムのやつが、当該の値段で売られてたりとか、なんかいろいろあるんですよ。あれちょっとね、逸脱してる部分があるんで、そこのとこ私今話し出すともう止まらないんで、ちょっとやめさせてください、いいですか。で、まあ、アマゾンだろうが、その W で始まるやつだろうが、ちゃんと一応ね、その商品自体が本物かどうかっていうのを確認してくださいね。で、もし購入されるとしたら、ね、確実にそれだってなるんだったら、まあ、ポリスマグナムできるだけ TMM 社関係、もしくは私のところが購入していただいてもいいですし、日本ご信用品協会関連のグループの方たちのところかなから購入された方がいいと思うんですよね。ポリスマグナムは。なんかバッタモンとか変なとこから購入する絶対良くないと思うんですけど、なんだろう。セイバーとかね。セイバーあるじゃないですか。ね。SABRE、セイバーってあるんですよ。あれも結構高いんですよ。実はね。OC ノードが。あれと、あとエリミネーターかな。エリミネーターも確かね、実証画像があるんですよ。エリミネーターも私持ってるんですけど、エリミネーターもいけるんじゃないかなと思うんですよ。うん。だからエリミネーターとセイバーは私おすすめです。うん。まあ一番ポリスマグナムですよ。当然。ポリスマグナムなんですけど、やっぱり値段的な問題とか、なかなか購入しづらい。まあいろいろあると思うんですよ。それを私はちょっとつかまないです。いいですか。なので、その上でもおすすめかなと思います。ただ、メース社のやつは、分析してる結果見てみる限り、そんなに高くもねえなっていうのもあるんですよね、メース社ね。まあ、実際、購入してみて実証してみるのも大事でしょうね。うん、だから、まあ、基本はですよ、目安はですよ、OC だけのやつにしてくださいね。混ざってるやつもあるんで、確かメース社のやつで OC と、CN かな？CN だな、あれ。クロラステトフェノン。あれが混ざってるやつとかあるんですよ。混合ってやつがあります。混合ってやつとか、あと UB のやつが入ってたりとか、UB だな、あれ。確か UB だったっけ。要は、なんだ、色がつくと取れないやつは。だからいろいろね、入ってるやつがあるんですよ。だから、そういったものを混ぜて混合でやってるやつよりは、OC を、OC にコンセントレートっていうの要はそれだけに特化してるやつが私はいいと思います。絶対。確かセイバー OC だけだったと思いますよ。エリミネーターも確か OC だったような気がしますね。うん。だからそこですよね。すごく難しいんですけど、セイバーは絶対、いいと思いますよ。うん。まあ、いろいろ見てきてるんで、はい。ということですね。ちょっとすいません。結構長くなりましたけど、これでも大事なことなんですよね。はい。まあ、ここですね。すごくいいことをおっしゃいましたね。遠藤信者さん、ありがとうございました。はい、では行きます。ユジツカ20463。平和な日本の警察24時がボケる。平和のね、日本の警察24時がボケる。日本ってね、平和だって思ってる人いるかもしれないですけど、実は結構怒ってるんですよ、事件が。うん、警察の方は分かって見えると思いますよ。把握してるから。うん、実は結構怒ってると思いますよ。関係者の方からそういう話も来たことあるし、いや、怒ってますよ、つって結構あるんですよ。窃盗とか強盗とか結構あるんですよ、実は。うん、はい、行きますね。ざーっと行きますね。ちょっとね、飛ばさせてくださいね、一部ね。ポンタカオエさん。ね。あ、すいませんでしたね、コメントのね。ラファエルさんは弁護士との動画に見るように十分対策しているかと。ラファエルさん、柴田さんは繋がってますからね。あ、そうらしいですね。それと、朝倉美久さんも、ラファエルさんたちと、
コラボ動画を何本も出している関係で、その辺の危ない状況を共有しているのか、素直なアドバイスと警告をヘズマ粒子に出してますよね。あ、出してましたね、これ。出してました。覚えてますよ。言ってましたね。なんか言ってましたよね。朝倉さん言ってましたよね。まあ、ちょっとこう、なんだ、建設的なというか、ためになる動画もっと作ったらっていうような話してましたよね。このままだと多分ダメだよっていう話してましたよね。わかりますね、これね。どうするんですかね、これからね。なんか登録者数のとこ、なんかもう隠してるとか、あれ出さないようにできるんですよ、登録者数のとこ。なんか消えてなかったでしたっけ、5000人か6000人ぐらい、8000人かぐらいいるところがパッとこう数字が消えてなかったでしたっけ。だから数字が今減ってるのか増えてるのか分かんない状態ですよね、ヘズマリュウさんの、チャンネルね。まあそれはご本人が決めることなんで私はどうも言えないですけどね。はい、いきます。私8933、はい、893、はい、言います。ちなみに不審者ですが、ああこれね、これですよね、はい、これですよね、私の不審者の話したやつですよね、ずっと私、私が追尾したやつですよね、はい。ちなみに不審者ですが、間違いなくポリです。行動確認の場合、管轄を超えて東京から全国に展開していきますので、まずは YouTube の投稿が専門的すぎ、よって警備の関心を呼んだ可能性があります。関心を、私がテロリストってことですか。ただね、私言いたいのは、まあ、100歩譲って何かあったとしても、まあ、ちょっと凶悪な方いないかなと思いますけどね。凶悪犯罪者っていうのがいると思うんですけどね。はい。はい、では行きますね。まあね、これもね、あれかもしれない。そうだな、これね、スーツを、確かね、スーツ着てたんですよ。スーツ着てて、二人で動いてる。二人一組で動くでしょ。あれそうじゃないですか。全然話飛びますけど、実は似たような話なんですけど、メインブラックってあるじゃないですか、映画。メインブラックって、実在なんですよね。皆さんそれって知ってました？メインブラックって、これ忌憚で話さなきゃいけないぐらいの話なんですけど、メインブラックって実は、実在してるんですよ。実際にいるんですよ、あれは。で、実際に目撃してる人ものすごくいるんですよ、メインブラックね。だけど、あんなメインブラックみたいな映画みたいなことももちろん当然ないし、二人一組で動いてスーツ着てるっていうのは、まあ、で、サングラスかなんかかけてんのかな。まあ、っていうのは多分これも事実だと思うんだけど、あれね、政府関係者なんですよね、実は。だから UFO を目撃した、もしくはそういう情報を公開した人のところに来るっていう話でしょ。でもあれってね、もう直に行っちゃうと NSA の人間なんですよね。あれってナショナルセキュリティエージェンシーの人間なんですよね。要は国家安全保障局の人間が、来てるってことじゃないですか、実際はね。だから政府関係者なので、政府関係者ってもちろん警察官の方もそう、基本2人1組で動くんですよ、全員。犯罪者はそういったこと多分ないでしょ。どっちかっていうと1人で動くとか集団で動くでしょ。多分3名とか4名ぐらいで動いたりとかっていう話になるんです。だから2人で動くっていうのはこれ当然ありえますよね。でスーツ着てたし、あるかなとは思いました、私も。あるかと思いましたけど、なんでやねんと思いますけど、なんで俺やねんみたいな。まあでもどうですかね、そこですよね。ああ、でもこの私8933、ね、いろいろあるんですかね。まあそこですよね。まあそれは私は分かんないです、実際ね。はいはい、では行きますね。ゼニクレイジーマネードクさん、モンド流リアル護身術は新武道としても完成している。特にスパーリング映像は素晴らしく、プロも見ているはず。この PV シリーズは革命的で、先進究極の回答。後世に残るもの、自信を持ってください。金のために信念曲げない。媚びない方がいいです。武道はたったひ、武蔵はたった一人で、名門吉岡一門を潰した。モンド先生も同じ。うわー、ありがたいですね。本当にここまでね、自信を持って言っていただけると私は非常にありがたいです。そういうことですか。ただ私初めにも言いましたけど、どちらかというともうこれ完全に教育的な意味合いがあると、この動画はね。だからこれはもう皆さん絶対に、なんだろう、
一つの勉強として、もうこれはもう学校みたいなものですよ。動画を見ながらもう勉強ができるってことじゃないですか。でそれでも足りない方は DVD とかね、あとダウンロードしていただいて見ていただくっていうのも私いいと思うんですよね。あとはブログもあるし、ホームページもウェブアーカイブ上にまだ残ってますしね、そのまんま残ってますよ、ウェブアーカイブ上に。リンクの方でクリックしていただくとウェブアーカイブのやつ私確かついてます。今サイト自体は閉鎖になってるんですよ。閉鎖になってるっていうのは、私が閉鎖したくて閉鎖したとか、何らかの問題で閉鎖したんじゃなくて、要はジオシティーズですよね。ジオシティーズで作ったんですけど、ジオシティーズ自体が潰れちゃったんですよ。あの大手のジオシティーズが潰れたんですよ。ショッキングなことですよね、これ。うん。いきなりですよ。まあ、いきなりってことはないか。いきなりってことはないか。多分1年ぐらい前から言ってんのかな。いや、もうこれぐらいであれですっていう話はあったんですよね。これぐらいになるんで移行してくださいって言って。私はまだそれでバタバタしてたんで、それどころじゃなかったんですよ。そしたら、閉鎖になっちゃいました。だけど、サイトは未だにまだね、ウェブアーカイブ上に残ってるんで、それちょっと見ていただいたらいいと思います。はい。いろんなこと私言ってますので、ホームページ自体が一番言ってるんじゃないですか。ホームページ自体でバンバン出してって、対刃物のこととかも全部ホームページ出してます。そこからブログに移行して、ブログでずっと行って、そこから YouTube に移行してますから。そういう流れで来てますからね。はい。ということですね。はい、いきます。ですね。私、8933、そのわけですね。ハンズフリーで110番ですかね。ドラカメついているので、改正同行法で一発免停逮捕ですね。そうですよね。今の時代って、なんだろうな。なんで煽るんだろうのかなと思いますよね。今のこの時代に。何考えてんだろうとかって思いますよね。ドラカメって今、ドライブレコーダーついてるじゃないですか。大体どの車でも。証拠残っちゃうし、法的な部分も厳しくなってきてるし、ね、今からね、今更っていうか、これからね、こんなことやってもね、意味ないっていうか、捕まるだけじゃないですか。ね、私だから何やってんだろうなと思いますけどね、そういう煽り運転やるやつは。はい、行きます。続きますね。シーロットさん。ですね、こういうまともな話をする配信者がいないというのも、ヘズマみたいのが膨張するきっかけになってる。永久バンできるなら今すぐやってほしいよ。あーねー。で、ヘズマリュウさんの私動画作ったやつですよね。法的なことで、要は、柴田さんのとこにまたもう一回突するって話を、してましたよね。そんなようなお話してたじゃないですか。確か。やるのみたいな話やってたじゃないですか。うん。だから、私は良くないってことを法的にちょっと説明させていただきました。うん。これはね、だからどうなのかなって、要は YouTube 運営側がどう対応するかっていうのもあるでしょうね。うん。でもね、これね、気をつけなきゃいけないのが、動画ずっとこう出してるじゃないですか。動画出してて、ね。例えば、どんどん溜まっていくじゃないですか。動画ね。例えば、ヘズマリュウさんこれずっと動画続けるじゃないですか。で、動画どんどん溜まっていくじゃないですか。ね。で、ある一定のところまで溜まって、よっしゃこのままいけるわって思ったら、ね。要は、すべて消されるってことありえますからね。閉鎖っていうの？バンされるってことありますからね、当然ね。そうすると、今までのものがすべて水の泡になりますよ。うん。だから、これも気をつけなきゃいけないです。だから、あえて泳がしてるってことも十分これありますからね。気をつけてくださいね。はい、あえて泳がしといてバンっていくってこと、消すってこと、はい、はい、そうですね。クリミクジラさん、出入り口が一つしかない狭い場所で犯罪者に出口塞がれた状況になったら、催涙スプレーや盾になる重量物持って突進し突き飛ばして逃げるしかないですよね。 PS 学生時代はよく机を持ってクラスメートの突進してました。危ないですね。危ないですね、これね。危ないですよね。でね、これ何の話危ないって分かるかっていうと、これは多分何かの理由があってクラスメイトに特進したんですよ、これ。ある子がね、中学校の頃かな？なんかね、下につまずいて、机のカードに頭ぶつけて、そのまま気絶しちゃった子がいたんですよ、男の子が。うん。私、それ目の前に見てましたからね。ゴーンって頭ぶつけて、バタッと倒れて、そのまま気絶しちゃったっていうのがあったんで、頭から血が出てました。うん。自分でつまずいたんですね。つまずいてバーンっていったって。ああ、そういうことですね。うん。だからね、結構危ないですよね。つけを持って突進。まあ、でもね、そういったこと大事ですよね。防護盾をね、使用するってことは当然だと思いますよね。はい、状況によっては突進っていうか、そうですね。では、打開する、その場所を突っ込んでて打開するってことですね。はい。
いきます。TM1974 さん、河合先生、大暴れする狂気所持者、武道経験者、体の大きい格闘家はまさに野生動物そのもの。はい。素で体術対応ありえないですね。汗。今回もありがとうございます。うん、そこですよね。そこですよね。本当にあの野獣みたいなやついますからね。要は野獣になっちゃうやつ。おとなしい人間でもちょっと頭ね、一本ちょっとなんだネジが外れるじゃないですけど、なっちゃうと止められなくなっちゃうやつって言いますからね。そうするともうとんでもないことになりますよね、これね。止められないさ、本当に素手ではなかなか。そうするとじゃあ何に止めれるのってなった時に、打撃系のものとかって全て多分通じないじゃないですか。多分ドンキ使っても止めれない場合も当然あるし、多分スタンガン使っても止めれない場合ってあるかもしれないですよ。だからそうなると粘膜にしか作用させるしかないかもしれないですよね、これね、本当に。で、やっぱりサイレンスプレーしかないかなってなりますよね。とりあえず資格奪っちゃう。あと、呼吸困難させるとかっていう方が一番いいかなと思いますけどね、私ね。はい、そうですね。だけども、これね、私なんか見ますけど、なるだけ自分の体を動かして普段からランニングするとか、基礎体力やるとか、で、もちろんこれ武道格闘技習うこと、絶対いいことです。だから、やるならやった方がいいですよ。絶対。やれるならやった方がいいです。ただ、皆さんやれない人もいるから、絶対に。だから、絶対やってよとは言えないですよね。そこは難しいことなんですけど、やれるならやってくださいね。絶対プラスだから。はい。それだけ言ってはしていただきます。はい。ストライダーグマフクスさん、ね、コメントすいませんでした。ね。いきますね。空手や格闘技を批判するわけではないですか。確かに素人よりはかなり強いですが、実戦では、ハテナ。不意打ち、騙し打ち、待ち伏せ、狂気。何が出るか、何が起こるかわからない実践では通用するかと思ってしまいます。私が昔某武術家の下で学んでいた時ですが、土日に先生の家に泊まり込んで教えていただいてたんですが、朝起きるとよく寝てましたね。私が何回あなたの部屋の前を通ったか知ってますかとか。いや、確かにな。ね、寝込みをされてたらどうするのって話です。食事中に急に物を投げてきたり、どうですか。先生の部屋を掃除していたら、そーっと近づいてきた先生に、いきなり竹刀で叩かれたり。山菜取りに連れて行かれ、先生の姿が見えなくなったと思ったら、無線で、これからあなたを追うから逃げてみなさいと、一晩中追い回されたり。後で思うと先生は本当の実践を教えてくれたのかなと思います。おー、なかなかいい経験じゃないですか。そうですね。いろんなね、これ、ストライダー馬福さんのお話ってすごい、これ経験してらっしゃることじゃないですか。だからいろんな意見があると思うんですよね、皆さんね。だけど私は、信じますよ。はい。そういったこともあるんでしょうね。でも先生は大変良いことも教えてくださいました。道を死ぬまで譲り続けても100歩にも満たない。自分や大切なものの命が危うい以外は力は使うな。と、なんか話が逸れてます。要は、スポーツ化した武道や格闘技では、ルールのない実践では難しいと思います。ああ、そうですね。そこですよね。このスポーツ化してる武道、格闘技の問題と、護身術の問題っていうのは、これはずっとありますよね。で、私たちはこれを考えなきゃいけないと思いますし、考えるべきだと思いますね、これね。難しいな。この話は難しいですね。これ、ほんとこれだけで1本取れちゃうから。多分2、3時間ぐらいの話になりますね。これだけで。だから私今これ言わないです。これに関しては。だけど、ただ一つ言えることは、スポーツはスポーツでいいと思うし、競技化してるならそれでいいと思うし、それはもちろん自由だし、何も別に護身だけに必要としてるわけじゃないからね。格闘技も武道も。あと健康のためもあるし、いろんなしつけの意味とかいろんな意味合いがあるから。ただそれはそれでいいんですけど、誤信となってくるとまた話がいろいろと違ってくるということですよね。はい、ということです。いきます。ですね、ちょっとね、バーッと行かさせてくださいね。飛ばしている場合誠に申し訳ございません。いきます。ミチアベルさん、2019年のアポ電強盗殺人の主犯もアウトサイダーなどに出ていたセミプロの格闘家でした。はいはい。これ私確か公開してますよね。しましたね。はい、アポ電のやつは確か動画作ってますよね。あそこで確か格闘家だって確か言ってると思います。はい。これそうなんですよ。だから格闘家、もちろん格闘家、武道家も気をつけなきゃいけないですけど、それだけじゃなくて、肉体労働してる方ってむちゃくちゃ力あるんですよ。
これね、私事なんですけど、うちの道場で昔いた人間で、黒帯の人間なんですけど、もう今やめてますよ。2段だったかな、2段で確か終わってますよね。確か2段まで行ったと思うな、黒帯で。うん。私より年齢上ですよ。まあ、先輩って先輩になるんでしょうけど、その方が、空手むちゃくちゃ強いんですよ。むちゃくちゃ強いんですけど、パワーが半端ないんですよね。パワーが半端ないんですよ。どっちかというとパンチ系かな。パンチ系が、もちろんローもいけるけど、パンチ系はすごいんですよ。で、体の体格もすごい体格してるんですよ。で、何してるって聞いたら、なんか電柱かなんかを背負ってるっていう、電柱かなんか背負ってるっていうのかな。電池をこう持ったりするのかな、なんかいろいろ変えたり入れ替えたりするのか、なんかいろんな仕事だと思うんですけど、ちょっとそこのところ私分かんないですけど、とにかくそういった要は筋力運動、肉体労働なんですよ基本。うん。でご飯もおひつ確か一つっていうの、おひつそのまんま食っちゃう人なんですよ。すごいんですよ。だから力がすごいんですよね。力がすごいし、パワー、力っていうのは、パワー半端ないんですよ。で、それで、その上経験者でしょ、空手の。むちゃくちゃ強いんですよ。うん。ちなみに私、それで、その方とやって脱臼してますから、私。左手脱臼してるんで、はい。回し打ちやってる脱臼してます、左側。伸びちゃってます。うん。だから、すごいですよ。パワーが半端ない。だから、もちろんその方空手やってたから、もちろん空手のあれってのは、技ってのがあるから、それで強いんだけど、なんだろう、肉体労働してる人って、むちゃくちゃ強いですからね。これ、格闘技とか武道やってなくったって、普通に人締め殺せますからね。これ多分皆さん勘違いしてる人が多いと思うんですよ。格闘技武道やってるから、スポーツやってるから強いとかっていう人いるでしょ。そんだけじゃないですから。肉体労働してる人、なんかいろいろ持ったりする人、あと、なんだ、トラックの運転手なんかされてる方で、荷物の搬送で、上げ下ろししてる方、いますよね。むちゃくちゃ力ありますからね。うん。うちの空手の関係者でも、運送系やってた方がいて、どんだけあったんだ、握力。すごかったですよ。多分普通に80近く行ってたような気がしますよ。平均って40から50でしょ？大体。私平均なんですよ。私大体45ぐらいなんですよ。だからあんまりないんですよ。平均だから、全然。だけど、そういった方って80ぐらいありますよ。普通に。倍ぐらい。むちゃぐらい力ありますからね。だから、これ勘違いしたらダメなんですけど、皆さんね。肉体労働をやってる方もむちゃくちゃ力ある。あとは、犯罪で培われた力を持ってる人ってもいますからね。要は普段から窃盗とか空き巣とかしてて、変な話、屋根登ったりとか、普通にしてる人。むちゃくちゃ力ありますからね、それも。わかりますか？犯罪で培われた力ってやつもあるんで、肉体の力が。だからそれも舐めたらダメですよ。もちろん軍隊関係者とかそういうのも危険ですよ。危険なんですけど、何を言いたいかっていうと、経験者って、そういった意味での経験者って結構いるってことです。肉体的な強者は。いいですか？だから私は弱者こそ特に護身具使っとけよって言うんですよ。あなたたちじゃ多分難しいでしょって言うんですよ、私は。はい、だそういうことだけ覚えておいていただきたいと思います。はい。ですね、行きましょうかね。はい。これね、ちょっと私、8933さん、ちょっとこれ言ってみるんで、これだけ言いましょうか。超有名空手の選手でもやられるときやられます。また、格闘家の熟練者でも、警察に通報されるとき、逮捕されるときは反撃しませんよね。不思議とおとなしくなります。まあ、張り子の虎でしょう。取り調べ室で刑事相手に蹴りやらないんですかね。うん。これはね、やらない理由はわかりますよ。結局何かって国家権力が一番強いから。結局は。うん。やっぱり組織が強いから。これは当たり前ですよね。うん。やっぱりなんだろう。警察組織もそうだし、もちろん国の関連の組織、自衛隊の組織もそうだし、ね、まあ、海外だと軍隊とかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱり組織強いですよ。ネットワークがあるし。うん、もうそんな段階、そんな意味じゃないんですよね。いや、俺格闘技やってっから、俺武道やってっから、ね、漫画じゃないんだから、バキに出てくるハンマー裕次郎じゃないんだから、ね、一人の、肉体的力が世界、国を凌駕するんだって、ありえないから、絶対に。あれは漫画だから、はっきり言って。もちろん私バカにしないですよ。バカにしないし、バキとか面白く読まさせていただいてますけど、ファンタジーはファンタジー割り切ってるんで。だから面白いなと思うんですよ、見てて。板垣さんってすごいなと思って、あんだけのやっぱりイメージ力っていうのあるなと思って見てるんですよ。うん。だからそこなんですよね。
はい、いきますね。あ、これね、私でもこれね、やってる最中も、ちょっとコメント来てます。ちょっと、さっと答えさせてください。神戸陽子さん。ね、神戸陽子さんでいいですね。催涙スプレー持たないとダメですね。って。神戸陽子さんは、あれですよね。あのね、私前も確か紹介したじゃないですか。クンフーの、木人やって見えますよね。私確か動画確かチェックしたと思うんですよ。間違ってたらすいませんね。確かその方ですよね。神戸陽子さん。ね。お名前合ってますよね。間違ったらまたちょっと言っていただけるとありがたいですけど、ご指摘していただける。ですね、もちろんサイレンスプレイを持つってことは、というかゴシングですね。ゴシングを持つってことは重要なんですよ。ただね、これ私何回も言ってるんですけど、これで、これ陽子さんもね、陽子さんも やってみるじゃないですか。武道やってみるじゃないですか。ね。武術ね、やってみるじゃないですか。だから、なんだろう。私は別に武道をやってる、これ多分皆さん結構勘違いする方が前いたんで、何回も私言ってるんですけど、繰り返し私が武道とか武術をないがしにしてるっていう風に多分取られる方もいると思うんですよ。陽子さん違いますよ。陽子さんは絶対違うと思うんですけど、分かってみると思うんですけど、ないがしにしてるとか、なんだろう、武道武術をやってる人をバカにしてるとか、なんかそんな風に取られちゃうっていう、取っちゃうっていう人がね、ごくごくたまにいるっていうことはあると思うんですけど、私は推奨してるんですよ。わかりますよね。絶対やってください。やった方がいいですよって。やれるならやってくださいねって、絶対やってくださいねって私言ってるじゃないですか。ただできない人もいますよって、そこのことも考えなきゃいけないですよって言ってますよね。で、なんだろうな、武術武道をやることに関して、もちろん護身的な部分での、メリットってむちゃくちゃあるんですよ。絶対的に動けた方がいいんで、当然のことじゃないですか。サイレンスプレー持つにしたって、身体操作法、それから身体能力が優れてた方が絶対いいに決まってるんですよ。こんなこと分かる、当たり前の話じゃないですか、こんなことって。ね。わかりますよね。例えば、80歳、90歳ぐらいの年齢がいかれた方がね、身体能力って衰えてくるわけじゃないですか。サイレンスプレー持ったとしても、どうですか？それは持たない夜は絶対持った方がいいですよ。持た方がいいんですけど、ね。なかなか難しいでしょ。だって動きが悪いから。あと、脳の働きも悪いから。で、すごく私バカにしないですよ。バカにしないですけど、どうしても衰えてくるじゃないですか。反射能力って衰えてくるじゃないですか。80歳、90歳の方って。当たり前じゃないですか。これ私がなったって多分同じ感じになってくると思うんですよ。まあならないように私人力を尽くしますけど。ね。だから、何かってすごくメリットがあるってことですよ。武道武術をやるってことはすごくメリットがあるんで、私はもうやった方がいいと思います。絶対。要は、なんだろう、護身だけじゃない。本当に。健康的なメリットもあるし、あとなんだろう、精神的に、気持ちをすごくステーブルにする。安定させるっていう意味合いもあるんですよ。運動するって。で、特に複雑な運動をするっていうのはすごくいいらしいんですよね。単純な運動よりも複雑な運動の方がいい。そうすると、型的なことって、すごくいいと思うんですよね。型的なこと。すごくなんていうの？単純化させるよりは複雑化させた方が多分脳には絶対いいと思うんですよ。だから認知症防止とかで、いろんなことでも私は絶対いいと思います。あと健康になるし、脳の働き良くなるし。もちろん、護身的なことになってくると複雑化する動きっていうのは逆にダメなんですよ。シンプル化しなきゃいけないので、絶対に。誰かから襲われた時に複雑な動きだけで行って、複雑な動きを実践しようとすると絶対にダメなんですよ、これは。だからそれを同時に話をすると絶対にいい方向に行かないので、分けて今考えて行ってるんですけど、そういった意味での武道、格闘技ってのは私やっておいてます。私はだからやってるじゃないですか。走ったりしてるし、ちゃんと肩とかやったりしてるし、ね、ベンチ上げたりとか、ダンベルもしたりやってるし、基礎体力運動、自重運動もやってるし、サンドバッグとかもやってるしとか、やってるじゃないですか、基本的なこと全部。なんでやってるかって言ったら、どっちかって言うとですよ、もちろん護身的な部分で動けるスタミナをつけとくっていうのも大事かもしれないけど、それ以前に、健康的な部分を考えてるんですよ。体重もちょっと増え気味になってるし、絶対これダメだなって、やっぱりやんなきゃダメだなっていうことです。はい、そっちの方がすごく大事なので、やってるってことです。はい。よろしいでしょうか。だから、陽子さんやってみえるからすごいじゃないですか。まあ、すごいなと思って、木人もね、やりたいんですよね。木人もね、実はね、生徒から言われたことあるんですよ。イップマンが好きな生徒が、若い生徒がいて、若い子がいて、イップマン好きなんですよ。私も好きなんで、イップマン、すごく。ドニエンが出てるやつがすごく見てるんですよ。
だからすごく好きなんですけど、あのドニーエンはすごいですからね、武術歴長いし、あの方すごいんで、ガチで。だから私もね、同じようにね、木人やりたいんですけど、高いんですよね、木人って。むちゃくちゃ高いんですよ。チェックしたんですよ。あの、アマゾンかなんかかなで見たら売ってたんですけど、むちゃくちゃ高いんですよね。ちょっと手が出るなと思って、自作するのも結構大変だなと思って。できないことないでしょうけど、ちょっとまたね、いろいろと考えております。はい、ありがとうございます。ね、これからもよろしくお願いいたします。ですね、ちょっとね、飛ばさせていただけたら飛ばさせてください。いいですか、すいませんね、いっぱいいただいてて返さなきゃいけないと思っているものもあるんですけども、ですね、今ね、スライドさせてます。だから結構ね、長いんですよね、皆さんね。あ、ゆうちゃんさんね、お久しぶりです。はい、黒木代表からお話は聞いていましたが、モンド先生からもお話を聞いて、本当にオンライン化するのだと現実味が増してきました。私は東京にはなかなか行けないので、諦めていましたが、私にも受講できるチャンス。ですね、できるチャンス。めちゃくちゃ嬉しいです。ですね。そして、モンド先生お会いできるチャンス、めちゃくちゃ嬉しいですね。ね、私も本当にね、嬉しいですよ。だからね、これね、奈良に住んでみますよね。奈良も行きたいな、これな。大阪、そういうところ行けるようになったらいいなっていうふうに、黒木代表とお話してました、この前。でね、黒木代表もね、行ってみましたよ。いや、うずうずしてるんですよって、もう行きたくてしょうがないんですよっていうお話してみました。うん。いやね、なんだろうな、やっぱりね、リフレッシュするじゃないですか。ね、私、例えばこれ、年一で海外行ったりするのも一緒なんですけど、すごい、やっぱ違うんですよね。全然。いろんな人に会えるっていうのも。これはもちろん日本国内でも一緒で、他の他県に行ったりとか、他府県に行ったりして、会ったりするって、すごいリフレッシュなんですよね。で、リフレッシュするし、むちゃくちゃ自分にとってプラスなんですよ。そういった人、いろんな方と会えて、いろんな意見を聞いたりだとか、いろんなディスカッションができるってすごくいいんで、やりたいんですけど、そのためには下地がないとダメだねっていうお話だったんですよ。うん、だから下地をまず作って、いろんな面で、これもちろん収入の面も合わせてですけど、安定化させると。安定化させれば、そういう時間も出てくるしっていうことですよね。うん。だからすごくね、本当ね、黒木代表とお話しさせて、すごくね、勉強になるんですよ。毎回ね、あ、そうだなと思って。で、いろんなことを教えていただいたりだとか、何でしたっけ、EC サイトか、EC サイトの話とか、要は今、ゴシングは私は代理店として売ってるじゃないですか。で、PDF ファイルでできたカタログとかを、リンクとかを貼って送らせていただいたりとか、私にお話してとか、で、あと口座に振り込んでとかって、いろいろね、やってるんですけど、なんだろうな、とにかく時間がかかるんですよね。で、時間がかかってしまうってことは、途中で脱落するって言ったら、購入する購買意欲が失って、脱落するっていうの？そこからその、購入者のリストから外れる人が結構いるわけじゃないですか。いると思うんですよ。うん、だから、そういったこと言ってました。だからそれを一本化させて、すぐ購入につなげられるように、そういう EC サイト導入とかを考えた方がいいですねっていう話だったんですよ。いや、勉強なんなと思ってね、本当にね。まあ私がバカなんですけどね、私がバカなんでしょうね、多分ね。あんまり分かってないんだな、そういうことはね。うん、だからね、毎回黒木代表とお話しさせていただくと勉強になるんですよ。先生のようで、いろんなことを教えていただける。うん、だから EC サイトでしょ。うん、だからこの今回のオンラインのこともあるでしょ。うん、だからそこですよね。もうちょっと勉強しなきゃダメだなと思って。ネットも結構やってきてますけど、いや、まだまだ勉強足りないなと思って。うん。だからいろんなことを考えてます。あと、ワードプレスかな。ワードプレス関係の、ホームページでしたっけ。私今ホームページ閉鎖してるから、またもう一回作り直したいんですけど、って話して。で、黒木代表も自分でやってみたりするんで、そういったことをホームページの。うん。だからワードプレスっていいですよ、って話で。そんないろいろね、勉強になりました。うん、これからちょっといろいろと挑戦していきたいと思います。はい。頑張っていきます。よろしくお願いします。ですね。はい。ですね。慎太郎さん。ヘズマが挑発してるよね。これ当たり屋みたいな行為じゃないの？プライベート流されて怒らない方がおかしい。うん。これはどうでしょうね。どうでしょうねってことないですけど、どういうことかっていうと、
柴田さんちゃんとしっかりちゃんとってされるんですけど、動画を普通通り今更新されてるして見えるじゃないですかね。あのこの前やった釣りかなんかの動画かな、私結構見てるんですよ、いろんな YouTuber の方のやつを。だから柴田さん普通通りやってるじゃないですか。でやっぱりご家族いると、もちろんこれ収入の面もしっかりしなきゃいけないから、これも当然普通通りやると思うんですよ。表向きは表向きっておかしいけど普通通りやるんですよ、仕事をね。だけど何かって言ったら、もしかしたらね、いろんなことが裏で進んでるってことも、これ当然ありえますよ。だから私はね、あの気をつけた方がいいと思いますよ、うん、いろんなことがこう進行してて実はっていうことはありますからね、うん、だからヘズマあのリュウさんも気をつけた方がいいと思いますよ、これから。はい、はい、ということで、ね、いきます。河村翔平さん、オンラインを歓迎します。遠方にいながら民間の危機管理専門家としてインストラクターの資格を授かることができるようになれば、東京や岐阜には通えない地方や離島の方々も喜んで受講できるようになりますね。もちろんその時は私も受講いたします。ありがとうございます、コロナ自粛というピンチをオンラインでチャンスに変えていただきたいと切に願います。はい、私は地元の学校やお年寄りの施設の無防備さと、的外れな徒手格闘とさすまたによる形式ばかりの防犯訓練に危機感を感じ、憂慮しているところです。私は子どもたちと先生方の命を守れる地域を作るため、護身術催涙スプレーの普及を公約して、3年後に地元の、市議会議員に立候補を希望しています。おお、すごいじゃないですか。選挙目的ではありませんが、私自身、過去にはストーカー被害に遭った経験もありますし、選挙で催涙スプレーを公約するからには、それなりの資格が求められると思っています。ああ、すごいですね。ちょっとまたね、これもね、なんかどこかで協力とかね、私がすることができればね、またそこのところでまたお話してください。はい、わかりました。おー、結構大きいことをしようとされてるんですね。はい、そうですか。選挙でこれね、本当にそうですよね。やっぱり合法的にモテるってことが大事だと思いますね。うん、絶対的に。うん。なかなかね、ここですよね。はい、いきます。そうですね、ちょっとね、すいません、飛ばさせていただくと飛ばさせていただきますからね。基本的に1回行って見える方のやつは2回目なるべく言わないようにっていうような形でなるべく進めていきたいですけども、ナイトメアリュウタさん、ヒロ代表とのアイキャッチに胸キュンしました。待ってました。今出先なので内容がわからないですが、お家で、お家でじっくり見ます。ありがとうございます。うん、ねえ、アイキャッチ、私ね、あの何でしたっけ、剣護身術のあのね、あれも私一緒にやったんですよ。この何でしたっけ、手でこうね、平手を作っている、どうやってやるんだっけって考えました。ちょっと忘れちゃった、こうやったっけみたいな、はいね、いい感じでできたと思います。はい、まあ、これからですね、これからいろいろやってます。視聴者レイさんで、投稿者のタバコも酒もやらない俺かっこいい発言、つまんなそう。投稿者、これ私ですね。つまんなそう。ね、タバコも酒もやらない俺かっこいい発言。いや、これね、違いますよ。これは私なんでこれあれだ、あれだ、あのね、なんだろうね、いや、これかっこいい発言じゃなくて、うん、これつまんなそうっていうのは、視聴者レイさん言っています。つまんなそうって、私がつまんないってことですよ。私投稿者だから。動画の投稿者ってことですよね。違いましたっけ？そうですよね、多分ね、これね。うん、つまんなそうってこれ、レイさん言ってみますけど、多分つまんないと思いますよ。うん、つまんないと思います。やっぱりね、なんだろう。うん、もちろんタバコも体に良くないし、酒もね、行き過ぎた酒もダメじゃないですか。これは当たり前の話じゃないですか。当たり前なんだけど、なんだろう、そういったことも楽しむのは大事じゃないですか。うん、ただそれ私ね、分かってるんですよ、レイさん。うん、分かってるんですよ。その何だろう、そういったことをあんまやらないっていうことは分かってるんですよ。それがつまらない人間だっていうのは分かってますけど、ただね、レイさん分かっていただきたいんですけど、私は別にこれ自分がかっこいいと思ってないですよ、全然。うん、だって私の周りってみんな酒飲むしタバコを吸うやつもいるから、全然私の周りは、うん、で私はやらないですよ。でもやらないっていうのも自由でしょ、それは。レイさん違います？やらない選択肢だってあったっていいじゃないですか。ね。やらなきゃダメってことないじゃないですか。うん、もちろんそこ、面白みがないのは分かってるけど、ね。うん。酒飲むの飲んだらいいと思いますけど、ただ私は飲むと、
ね、あのなんだろう、危機管理的にもあれだろうし、全然ね、そのダメになっちゃうのもあるし、私自身ね、それは酒強かったらいいですよ、私が。酒強くて、あのどんだけ飲んだって俺大丈夫だったら危機管理できるよっていうならいいけど、どっかで狂いが生じるし、だから私飲まないっていうところあるんですよ、それはね。うん、あの、あれ嫌じゃないですか、なんだっけ、なんかあったじゃないですか、某危機管理研究家が、ね、自称の研究家がですよ、専門家か、専門家が路上でね、自転車でこうやって、自転車かな、自転車だよな、自転車じゃなかったか、どっちかな、なんか歩いてたのか、の時にあの通行人と言い合いになって、ね、あの駐車場まで行ってですよ、よし、ちょっと俺とや、じゃあ俺ここでやったらダメだから駐車場まで行こうぜって、駐車場まで連れてってですよ、ね、なんだっけ、頭殴られたのか、顔殴られたって件あったじゃないですか、ね。だからそれと一緒で、なんだろう、やっぱり自分の身は自分でしっかりと守らないと、あのお酒飲んで酔っ払ってどっかで絡みましたとか、ね、問題起こしましたとか、殴られちゃいました、じゃあすまないんですよね、私の場合は特に、うん、こういった仕事やってるし、専門家ってこともあるから、はい、だからそういったこともあるし、タバコは、ね、あのこれ言いますけど、早慶タバコずっと吸ってました。今脳一血であれですけど、今車椅子生活になっちゃってますけど、タバコずっと吸ってました。で、私のおじいさんっていう方、祖父ね、それも吸ってました、ずっと、はい、で私兄もいますが、兄も吸ってます、確か吸ってます、うん、だから私ね、周りって結構タバコ吸ってる人多いし、酒なんてのはみんな飲んでるんですよ、基本私の周りは大体。早慶飲まないかな、早慶飲まない、私の母親は結構の、まあ、結構つまあ、飲めないことはない、うん、っていう感じで、私は酒が好きじゃないですよ、うん、でいろいろそれもね経験があるんで、酒飲んでなんだシドニーで喧嘩してとか、それもあるんで、いろいろあるんですよ、酒絡みのことも結構あるんで、だからそれもあるし、やっぱり専門家としてそれもあれかな、どうかなっていうのも思うのもあります。ただレイさんが言ってるつまんないなっていうのも分かります、これは。だからでもこれかっこいいとして私は言ってないですよ、これ、うん、であとは酒に飲まれちゃう人がどんぐらい多いかってことと、アルコール依存の人間と接した人間が長くて地獄を見てる人間っていうのもあるので、私は、はい、だから酒もほどほどにしてくださいよって、レイさんもし飲んでるのなら、それを私は言わせていただきたいです。レイさんは飲んでるんですか、酒を。酒大好きなんですか。うん、まあそれはあれですけど、まあ自由ですね、高校人の自由なんですけど、でも気をつけてくださいね、酒に飲まれちゃったら絶対ダメですからね。で、なんだ、絶対自分大丈夫だって思っても実は大丈夫じゃないってあるじゃないですか。交通で、なんだっけ、飲酒かな、飲酒検問かなんかよくやるじゃないですか。一本の線のところ歩くやつあるじゃないですか。歩いてて、おい、俺大丈夫なんだよ、俺大丈夫なんだよって言って、その一本のこの白い線のところ歩くんだけど、全然ずれてるみたいな。うん、自分で大丈夫だと思っても絶対どっかに誤差が出るんで、うん、酒はね、酒の場合はね。タバコの場合はやっぱり、体に悪いのは当たり前でしょ。ニコチンなんで、あれは毒性のあるもの、もともと毒なんで、猛毒なんで、ニコチンって、うん、だからそういったことです、はい、っていうことですよね。特効者って私のことですよね、これね、うん、私はこれ別になんか怒ってるとかそういうことじゃないですからね、それは理解してくださいね、はい、ただ私の思ったこと言っただけです。はい、いきます。ですね、西村浩一さん、夢の掟という漫画で両手でヤクザの頭と顎の下から平手で叩く技で気絶させる動画が場面がありました。急所術と呼んでましたが危険な技だったとは。頭と顎の下から平手で叩く、気絶するんですかね、これ。これちょっと難しいような気がするな、これな。急所術、まあちょっとね、とんでもってやつも中にはありますからね。そうですか、頭と顎のサンドイッチにするってことですもんね。いや、なかなか難しいと思うな、これは。はい、邪神にある子さん、コメント失礼します。中国武術やってますので分かります。ちょっとこれ難しいな。下、これテロップ出しますね。かけけという、ちょっとわかんない、という憲法、今これすいません、検索できないので、憲法の、いや中国憲法ですね、の方で似たようなもの技があります。練習で脱力してミット打ちやっていて、
失敗して自分の腕を痛めたことがあります。あのね、テッサショーみたいなやつ、要は平手みたいなやつですよね。はいはいはい。まあテッサショー自体は中国の武術ですからね、基本ね。うん、まあ空手でいう平手みたいなですね。はい、まああると思いますよ。だって中国が元だから、結局はそこから来てるから、うん、だと思いますよ。はい、奥深いですよね、武術ってね。河村翔也さん、最近合衆国の各州において一般市民が一般市民が護身のため催涙スプレーを買い求めているそうで、一種の催涙スプレーブームが発生しています。銃社会のアメリカでも催涙スプレーは必要であることが分かりました。ましてや銃や護身用具の所持が許されない、日本国内では催涙スプレーの、有効性は明らかです。催涙スプレー護身用具ですから、ね、うん、そうですね。まあこれもね、催涙スプレーももうちょっとこれ法を改正してね、免許制にしてとかってやってた方がいいと思いますけどね。はい、ちょっとね、いきますね。怒る早瀬さん、お久しぶりですね。ですね、これから暑くなり、マスクをしての活動は熱中症になりやすいので注意してください。ね、これは私分かりました。本当ものすごい暑いじゃないですか。でね、今日もね、寝ててね、私ね、上で寝てるんですよ。2階のところで寝てるんですけど、熱って上上がるじゃないですか、対流っていうの、あれで上上がるじゃないですか。だから1階でも2階の方が暑いんですよ、ね、で死ぬと思いましたね。水分取ってたんだけど、もうすでに蒸発してたみたいな。うん、なんていうのかな、湿度が高すぎるっていうのかな、あれが多分一番危ないでしょうね。うん、そんなに外は晴れてなかったんですけど、もう雨雲みたいなので朝だけど、湿度の高さが半端ないので、そうすると多分熱中症にかかりやすいと思いますね。皆さん気をつけていただきたいと思います。はい、さあ行きます。風水師さん、あらゆる打撃に言えることですが、止まった手的に百発百中で動く相手だとそううまくは通用しないんですよね。私が教わった方法は、相手を捉えて動けなくしてから当てろですね。もちろん実戦では捉われることもそうそう思い通りにいくものじゃありません。ありません。思い通りにいくものじゃありませんが、止めといてから、相手の動きを捉えて動けなくしといてから当てとけってことですね。動きますからね。ああ、でもそれ事実ですよね。うん。はい。これもね。まあ、いいじゃないですか。やっぱ武術、このやっぱり武術講座っていうのは基本的に武術的なものの理想を語ってるやつなので、うん、悪いことじゃないと思いますよ。うん、で、それを別に目指すことも悪いことじゃないし、全然。はい。はい、いきます。SS ブラック隊長さん、コメント失礼いたします。モンドさん、いつも拝見させていただいてます。応援しています。ありがとうございます。すごいですね。SS ブラック隊長さん。SS のメンバーじゃないですか、まさか。シークレットエアサービスのメンバーじゃないですね。すごいですね。はい、行きます。17歳の地図さん、鉄車賞。中国武術は内部破壊って多いっすよね。体内は水。その水に波紋を起こすってことね。中国武術は壺を研究して、そこを押したら目が見えなくなるとか危ない技がある。ブルースリーは壺を押して目が見えなくなる、喋れなくなるとか、危ない技をいろいろ研究していた。気功で内部を破壊できる、外傷はなくても。でも日本人は何それ、インチキ嘘だよって信じた人は多い。その通りですね。うん、私なんか見てますけど、これ理想ですからね。理想を追求してるのが武術講座ですからね。分かってみますよ。私下にもテロップ出してますよね。また違うってことで欲しい。で、まあそれはいいんですけど、うん、一応ですよ。一応、ただ、このテッサショーに関して、例えば言うとしたら、まあ、平手ね。平手。テッサショーって言うと中国のあれになっちゃうと、一応平手にしてみましょう。彼のね。で、言えることっていうのは、グーとかで、私言ってるじゃないですか、どうでも。グーとかでやると、表面的なところは行くんですよ。外傷的に。だけど、中まで振動を与えようと思ったら、平手みたいな状態っていうのかな、面積が広い状態でいった方が絶対いいんですよ。で、柔らかい方がいいと思うんですよ。柔らかい部分で面積の広い部分でいった方がいいと思うんですよ。でもそのやり方があると思うんですけど、そうすると平手だとか手を広げた状態っていうのはすごくいいと思うんですよね、これ。
で例えば五神具で言えば、五神具ってのは武器かな、武器で言えばブラックジャックってあるじゃないですか、ベトナム戦争の時に米軍が使用してとかっていう武器ですよ。頭を思いっきり叩いたらパタンって倒れたって ベトコンがね、そういった話もあるぐらいで、あの内部まで行って、これ実際に起こってることなんですよ。実際に、なんだ、石膏っていうのかな、石膏とかでバーって行って侵入してって、ベトコンをの頭、頭部、側頭部もしくは頭部か、後頭部かな、頭で思いっきりパターンと叩くと、そのブラックジャックでね、あのパタッといくっていうことですよ。でそれっていうのは中まで内部まで浸透してるからなんですよ、衝撃波っていうのは、うん、だからあのあながち嘘じゃないですよこれは、うん、これはガチで本当の話なんですよ、うん、だけどもちろん相手が動いてたらダメだろうし、そのベトコンだって止まってるからいいわけでしょ、暗殺的に行くわけじゃないですか。ゆっくり行って、止まってる相手に対して後ろから全力で思い切り叩くじゃないですか、頭を。だからいいわけでしょ。でも相手が動いてたら多分無理でしょ。相手が動いてて、それで、あの、ブラックジャックでパーンと出て、果たして倒れるのかなってなるじゃないですか、話が。だから相手の動きが動いてたら、もちろん効果って半減するんで完全に。難しいんですけど、そう、特に暗殺的なもの。バーって言ってゆっくり後ろからバーン叩くとか、正面から行くとか、相手の動きが止まった時にそれ使うとかっていうんだったら、あながちない話じゃないと思うんですよこれは、うん、ボクシングとかでもそうじゃないですか、パーンって殴って倒れますけど、あれってグローブをつけてる時のグローブ、ベアナックルで言ったら多分なかなかいかないと思うんですよ。ベアナックルって完全に拳だけに、例えばバンテージ巻くだけとかだったらなかなか難しいと思うんですけど、殺す、まあ、殺害するっていうのは。だけど、グローブで、をつけてやると、やっぱり力がバイクするんで、あれで頭をパン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 叩くと、まあ、でもボクサーはすごいスピードで動いてるから、そのパンチをさばいたりしてるから、まだ力が半減とか、かなりの威力が半減してると思うんですけど、例えば止まった状態でですよ、ね、なんつうの、分厚いグローブで叩かれたら、衝撃波ってぶち抜いていくと思うんですよ、中まで、脳まで。だから危険なんですよ、あれって、本当に。グローブつけてやるって。うん。動いてない敵なら余計に。はい。だから、あながちない話じゃないと思います、これは。はい。はい、ということです。ね。あ、ゆうちゃんさんこれ言ってますね。昔通ってた中国拳法の道場で、そこの流派の代表が、スパーリングで頭頂部を平手で叩いて、相手を、KO してるのを見たと道場の先生が言ってたのを思い出しました。ああ、危ないですからねこれ。でもね、頭頂部を平手で言ってるわけでしょ。だから衝撃が脳までやってるわけでしょ。危ないですよこれ。これは実体験なお恥ずかしい話なんですか。昔喧嘩で相手に思いっきりビンタしたら、ビンタした反対の顎に内出血ができて、ものすごく腫れさせてしまったこともありましたね。平手での攻撃も侮れませんね。ああ、わかりました、意味が。ビンタで顎、相手の思いっきりビンタしたら、相手の顎に内出血ができてなんで、反対の顎ですからね。例えば左側をパーンと思いっきり叩いたら、顎だとかほっぺたの周辺を叩いたらだとかしたら、右側に反映したってことでしょ。うん。だからこうなるんですよ。これだから危ないですよ。うん。なんだろう。パンチでやると、多分パンチでガーンってやると、その部分が多分左を殴ったりしたら、左の顎の部分が黒字になってるっていうの、内出血してると思うんですけど、これって中まで衝撃がいってるから、逆側の部分まで多分出てるんですよねこれね。うん、怖いですよねこれね。まあ、当然ですよ。これただまあ 100% そうだっていうことも言えないかもしれない。例えば、左で叩いて、左側にバーン叩いてるじゃないですか。で、左側で行った内出血が、例えば、左側が痛いからって言って、左側を下にして寝ることって多分ないじゃないですか。わかります言ってること。そうすると、左側を上にした状態で、殴られた方側ね、殴られた側を上にした状態で、右側が下に来るわけじゃないですか。そうすると、うっ血してた部分っていうの、出血してた部分と内出血してた部分っていうの、それが、どんどん沈下っていうの、下へ行って、右側に移った可能性もないとは言えないですよ、だからね。なんですけど、でもこれでも十分あり得る話だよな、これ。左側で行って右側に抜けていくっていうの。これでもない話だ、絶対ない話とは言えないですよ、これは。はい。行きます。すごいですよね、でもね。浅川誠一さん、本当だ、10代、40代が多くなってきてる。前は50代、60代多かったのに、その通りです。そうなんですよ。今、最近若い人が多いんですよね。いや、別に、年齢行ってみる方も見ていただきたいですよ、当然。うん、いろんな範囲の方ね。
はい、新見ひろゆきさん、きちんと隅々まで読まないで文句だけ言うのって何がしたいんだって感じですね。例えば全くの無駄でもイチャモンつけたらマウント取った気にでもなっとるのでしょうか。そば旗から見ればくだらない、塵のような存在ですがね。刃物ですが遠心力を効かせて勢いよく振ると想像以上のスピードが出るし、振り向きざまに切りつけたりも普通にできるし、中には鉄やアルミを切りつけてもある程度のものまでは貫いてしまうものもあるので、やはりサイレンスプレイや事前警戒が一番肝心になりますね。そういうことですね。刃物はね、危ないんですよ。私って刃物をあえてコレクションしてるじゃないですか。まあ、って言っても包丁とかああいう感じのものですけどね。100均とかも。とにかく刃物いっぱい持ってるじゃないですか。で、検証もしてるじゃないですか。で、どうやって人をね、ここ急所をやったらどうやっていくとかって、ナイフ術とかも紹介してるじゃないですか。で、いろいろやってるんですけど、私あんまり刃物好きじゃないですよ。まあ、刺された経験もあるから、あれなんだけど、刃物好きじゃないです、あんまり。うん。やっぱりね、誤信って考えた時に、なるだけ人を、やったりするってのは良くないですよね。うん、やっぱ刃物だと、簡単にやっぱり相手傷つけたりすることできちゃうから。で、もちろんそれ違法性も高いし、過剰防衛にもなるし、とか。ね。いろんな問題がありますからね。はい。ですね。あ、芝居の人さん、自ら不幸になり、墓穴を掘り、悲劇を作っていく少年を見ていたら、乾いた笑いが止まりませんね。皮肉を言いました。詐欺のやつですよね。こいつらね。ダメですよ、こいつらは、本当に。うん、強盗か。強盗するやつか。高齢者の家に強盗する若者が増えたってやつですよね。まあ、どうしようもないやつですわ、こいつらは。本当に。バカですよね。で、そんなことだったらなんか普通にね、なんかやって働くとか、それだったらなんか、なんだ、バイトしながらでもいいから YouTuber 夢見て YouTube やるとかね。そういう可愛いもんじゃないですか？全然。いや、なかなか登録者数増えないんだよって言ってやってても可愛いもんじゃないですか。人に迷惑かけてるわけじゃないし、全然。私いいと思うんですよ、それは全然。なんか強盗とかやってね、そういうことやるよりも私は絶対いいと思うけどな。でもそういう若者が増えたってことですかね。はい、いきます。MS さん、モンド先生配信してたんですね、気づかなかった、次は来れるといいな。ね、これゲリラ配信してますから、私ゲリラで言ってますから、はい、いきなり多分行きますよ。それとも何日ぐらい前にやった方がいいって言った方がいいですかね。もしくは説明欄に書きますから、出してる動画ってのは私も全然なんだ、前後違ってたりとか、日付が違ってたりとか、いろいろ問題があるんで、説明欄に書くかもしれないです、今度から。何月何日、ゲリラ配信します、ゲリラ配信なんだか、言ったら。配信します、みたいな。うん。出したいかなと思います。はい、行きます。鈴木亮さん。僕も日本人が少ない学校へ通わされていた時期があり、疎外感わかります。コメントから薄々感じられていたと思いますが、周りに対しての不信感と自分への嫌悪がついつい差別的な考えになってしまいます。私もね、言ってましたね。疎外感の話、私何回かしてますし、コンプレックスの話も、ね、いろいろしてますからね。でも、いいんじゃないですか？人間的でいいかなと思いますよ、逆にね。うん、いろんなことがあっていいと思いますよ。しょうがないですよ、それは。いろいろありますから。うん。はい。あ、鈴木亮さん続けて、本当かは不明ですが、国体経験者らしいですよ。ヘズマリュウさんですね。うん、朝倉さん2回投げてるんで、朝倉さんすごいじゃないですか。多分組み技もすごいと思うんですけど、だからかなり多分力あるんじゃないかなと思いますね。うん。柴田さんがってやってますしね。ですね。あ、新見ひろゆきさん。ポリスマグナは国内で合法的に持てるサイレンスプレイの中では最高のものでしたね。あとは外から絶対にわからないように隠匿しつつ、素早く取り出して扱えるように訓練しておくことが必要ですよね。ちなみに某ドラマの丸腰で守りますっていう宣伝見て飲んでた紅茶吹き出しそうになったことがあります。丸腰ってのはありえないです。これって BG ですか？ BG ですかね、これって。BG の最新シリーズですか？今新しくなんかできて出してるって話です。見たいんですけどね。あれ好きなんだ私。それじゃないですか、これ絶対。丸腰で守りますっていう宣伝。いいなぁ、丸腰で守りますか。いいなぁ、さすが夢あるなぁ。テレビ局は夢あるよなぁ。誤信的に言ったらアウトだけど。ね。はい、行きます。ですね。
私8933、おっしゃる通りです、無差別犯はアドレナリンプンプンで暑い時何も考えてません。防犯ブザー鳴らすと突然飛びかかってきます。東京港区で小学生に防犯ブザーを持たせるというバカな防犯指導がなされ、私はこのことを指摘、結局取りやめになりました指摘されたんですか。私8933、本当ですか。指摘したら取りやめになりました。うん、防犯ブザーのこともちょっとまたいずれやりたいですけどね。はい、私でも散々バカにしたことあったの昔、防犯ブザーのこと。うん、防犯ブザーもな、ちょっと限界ありすぎるからな、あれもな、頼りすぎなんだよな、あれな。そのままいきます。私8933、これちょっとどうしましょうね。1個、2個、わー結構、わーすごいですね。4つコメントいただいてますので、ですね、どれ行きましょうかね。一番上に行きました。はい、政府は警察力が一人歩きしないように現場警官をさまざまな、規制で縛っています。一発撃つ決心は相当なストレスになります。銃ですよね。特に怖いのは貫通長弾で、はい、フルメタルジャケットみたいですか、一般人を負傷させる可能性もあります。なぜテイザーを使わないのか未だに疑問ですね。テイザーが一番いいじゃないですかね。テイザー、まあ一番いいというかサイレンスプレーももちろん持っとかなきゃダメだけど、テイザーの選択肢は絶対あると思いますよね。テイザー銃ね、うん、もし拳銃であればホローポイントよりも、射撃用のワッドカッターで十分ストップできるかと。ああ、そうですね。私は警備のね、やってた時はそのインストラクターの方、一番初めに言われた時ね、ホローポイントをなるだけ使った方がいいっていう話を聞いたんですよ、それはね、うん、だからストッピングパーツじゃないですか。もちろんこれワッドカッター、この要はその頭の先端部分が平らなやつですよね。もうこれ十分ストップできるやつ。ストッピングパーツですもんね、これでもね。当たった時の抵抗力すごいから、肉体の中の体入り込んだ時の抵抗力がすごいから、平らだから。だから要は一番ダメなのはフルメタルジャケットってことじゃないですか、うん、十分ストップできると思いますよ、これでも。ワッドカッターってやつ、なんだっけ、あ、そう、あれワッドカッターだっけか。ワットカッターってあれじゃないでしたっけ、なんか先端がこうやってなってギザギザになってるやつじゃなかったでしたっけ。ありましたよね、ソフトノーズ。あれでもソフトノーズあるか。ソフトノーズの場合は先端部分があれだな、そうだね、肉体に入った時にバーンと散るんですよね、確かね。散ってバーって中にダメージを与えるんですよね、肉体の内部に。はい、だからソフトポイントとか、これってフラットヘッドとか言うじゃないでしたっけ。ワットカッターでしたっけ。ワットカッターってやばいやつじゃなかったでしたっけ。すいませんね、違うんだ。まあホローポイントとか、うん、そこですよね。そういったものを使った方が多分いいんだろうなってことですよね。うん、要は先端部分のなんていうのかな、加工が施されててストッピングパワーの強いやつです。はい、いきます。そこですね。じゃあちょっとすいませんね、私8933、これちょっとバーッといただいてるの、これちょっと飛ばさせていただきます。いいですか。十四松さん、6月8日に埼玉でモデルガンを用いた煽り運転をした男が逮捕されたようですね。脅しの小道具として使われたのでしょう。この先エスカレートして刃物や木刀など使われる恐れがあるでしょう。去年もエアガンが使われましたし、普段平和ボケ平和慣れしている人は狂気を見せびらかされた時点でもう頭が真っ白になるでしょうね。うん、ねえ、これね、モデルガン使用するってのはこれね、なんだ、海外とかならいけるかな。海外とかならやばい地域ならいけますよね。うん、もちろんこれなんだ、煽りだけじゃないし、襲撃された時もそう、強盗とかもそうだけど、モデルガン使ったりとかってすごい有効なんですよ、これは。うん、だけど、これ、ね、例えばこれ日本でこれ使うとするじゃないですか。そうするとこれ完全に暴行とかになるんですよ、うん。モデルガンとかエアガンを所持することに関しての法律っていうのはまたいろいろあると思うんですけど、ね、その時の状況に応じてね、もしくはそのままするっていうのもありますからね。だけどそれを使って相手を脅したりとかいろいろするっていうのは暴行だとかいろんなものにとらわれると思いますよ、これは。うん、はい、まあ、いろんな手を使ってきてますよね、うん、
あ、17歳チーズさん、サイレスプレイ買おうかな。ああね、まあそうですね、購入していただくのも、私の方に言っていただいてもいいですけど、ただ年齢がありますからね、ある程度言ってないと思いますから、年齢がね、17歳のチーズさんは17歳じゃないですよね、まさかね、はい、17歳だとご購入はいただけませんので、よろしくお願いします。ですね、ちょっとね、皆さんいただいてますから、はい、ちょっとこれぐらいですかね、これぐらいですね、はい、ちょっと皆さんこれもいっぱいいただいてますから、うん、ちょっとここぐらいしてください。今1時間20分いってます。はい、こんな感じなんですよ。これちょっと飛ばさせていただいたことがあるんですよ、これ。うん、あの同じ方がいくつか来てるときは飛ばさせていただいてますけど、いや本当にね、すごいですね。1時間ぐらい、1時間以上話しましたね。はい。まあ、でもすごく、勉強になりますから、いいです。本当にありがとうございます。で、これからもね、コメントの方よろしくお願いいたします。ね。はい。ということですね。はい。はい。ということですね。どうでしたでしょうか。結構長いことかかりましたけども、長いことかかるってことは皆さんがすごく関心があるってことだし、コメントもやっぱりなんだろう、皆さんいただけるコメントっていうのは、もち何回も言いますけど、なんだろうな、軽い気持ちでポンって出すやつよりも、なんかすごく考えて、自分で皆さんそういうね、思想だとか考えを持ってらして、であとは SSR に賛同してくださっている方のコメントっていうことなので、すごく重いんですよね、一つ一つが、はい、そういった意味で私はすごくありがたいと思います。このなんだろう、この SSR チャンネルを訪れる方っていうのはやっぱりこう、有益だということで、来ていただいてると思うんですよね。すごく有益なんだろうと、ためになるということで多分来ていただいてると思います。本当にありがとうございます。これからもですね、頑張っていきたいと思います。ぜひですね、DVD それからダウンロードしていただいて、護身術関連のね、 SSR のものしていただいて、ぜひサポートしていただきたいと思いますね。であとこれからですね、あとオンラインの方も出てきますし、オンライン講習、総合護身インストラクター、ね、そうです、あと護身具ですか、護身具関係のものも出てくるので、そちらの方も、もしあれあれば、護身具関係で、護身具ですね、護身具、セキュリティ用品ですね、そちらの方もありますので、ぜひご購入くださいね。推進アンダーバー ryu@yahoo.co.jp ね、何らかの、ご質問等ございましたら、そちらの方もですね、送っていただいてもいいです、ね、ではよろしくお願いいたします。はい、それではですね、また次回お会いしましょう。リアル護身術をぶちかます。